バキバキな気がして。あ、大丈夫ですか。あら、結構今世紀最大級。散らすために針です。おすすめです。はい、だいぶ見えるようになりました。すごい、はい、嬉しいです。ハリケーデンからこんにちは、ピオハリキング。今日はコスプレイヤーでグラビアアイドルの天津一葉さんにお越しいただいてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。なんか首バキバキ、首背中、首背中はなんか YouTube とかもやってるんですけど、そういう編集とかしてる、はい、バキバキな気がして。あ、意外とお話聞くと健康ですって言うんですよ。でもちょっと根掘り葉掘り聞いてみるとそうでもないんですよね。ちょっと刺激的ですけども大丈夫ですか。はい、楽しみです。はい、それではゴー。首の動きをちょっと見ていきたいんですけど、はい、肩を動かさずに首だけで右向け右ですね。で、左向きって言うんですか。柔らかい方ですけど、右がちょっと行きにくいですね。これが10円と1円で改善します。はい、左手の手をギュッと握って、線が出るとここに後傾っていうところなんです。ここに10円を貼ります。外くるぶしの下に心脈っていうツボがあります。ここに1円を貼ります。むちゃむちゃいきますね。さっきより全然便利になりました。え、すごい。不思議ですね。え、すごくないですか。え、すごい。え、すごい。え、すごいです。これ外します。はい。それで元に戻りました。あ、全然見えなくなりました。あれ、なんでですか。え、あれ。これ貼ります。あれ、え、なんでですか。あれ、私わざとやってないですよ、本当に。10円がプラスで、1円がマイナスで。10円と1円のお近づけです。ここに電子が動くようになってて、なんか電池みたいな感じになってるんですよ。違う種類の金属があるとここに電子が発生して動くんですけど、それをツボを刺激してるみたいなんですね。へー、はい、すごい。不思議です、ね。まあ、です早速やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ、こう結構やっぱり背中凝ってますよ。あ、背中、うん、ちょっとオイルで流してですね、はい、それからちょっとカッティングをしたいと思います。めっちゃ楽しみなんですけど、緊張します。スライドしていきます、ね、お願いします。ほっ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 、弱めにしておきます。はい、これギーってやるんでちょっと痛いかもしれない。大丈夫ですか。気持ちいいです。もう気持ちいいですか。はい、意外と大丈夫です、ね、楽しいです。楽しい楽しいです。はい、楽しい。大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫ですか。ってなってます。でもまあまあおけつってますね。あ、意外と滞りがあるんですね。ちょっと引っ張られてます。引っ張られてます。はい、座れてる座れてる。ダイソンとか顔にくっつけた時みたいに。いや、くっつけたことあるないですよ。痛気持ちいい感じです。お、強いですね。なかなか経験しない感覚ですよ。これはちょっと無理だな。動かない。あ、もう意外と来てますよ。真っ赤っかですよ。真っ赤です。はい、確かに痛気持ちいい感じはあるかもしれないです。はい、どちらかというと首肩肩甲骨周りですね、しっかりとやっていきます。お願いします。大丈夫ですか。あ、おお大丈夫ですか。あ、でも大丈夫です。ここ大丈夫なんですか。え、なんか痛気持ちいいなんですよね。なんか私、私多分なんか雑巾絞りされるのとか意外と好きなんで。え、じゃあ超新ガールズになれますよ。超新ガールズ、そんなの。長い針の治療なりたいです。なりたいですか。大丈夫な方かもしれないですね。あ、結構来てますよ。これやばいですね。この淡々としますね。淡々と。確かに引っ張られてて面白いです。面白い。じゃあ首から肩甲骨ですね。水玉でグッとおけつ上げていきます。結構来てますよ。結構やばいですね。結構来てますね。あったかいです、背中が。なんか私背中あったかい、はい、大丈夫ですか。あ、はい、あ、引っ張られてます。引っ張られてます。はい、楽しい。笑顔ですね、めちゃめちゃ。え、なんかめちゃめちゃ笑顔、ね、なかなかこんな経験ないじゃないですか。楽しいです。楽しい。はい、あ、今のところとりあえず大丈夫です。面白い。7分ほどお休みいただきます。これですよ。
え、すごくないですか。え、すごい。え、すごいですね。え、恐竜みたいですね、本当に。恐竜みたい、すごい。結構やばいですか。え、すごい。すごい。あったかい、あったかいです。あったかいです。はい。あったかいんですよ、背中私。背中。はい、背中あったかいんで。じゃあ、肩甲骨周りですね。で、7分経ちましたね。で、まあ、撮っていきたいと思います。あら。結構今世紀最大級を更新しましたね。はい、結構おけつ上がってきてますんで。散らすために針をしていきたいと思います。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。アレルギーとかあんまないですか。花粉症ですか。はい、今ちょっと鼻どんな感じですか。ちょっと詰まってる感じ。今スーッてするとどうですか。あ、詰まってました。右かな。右が詰まってる、はい、じゃあこれ通しますね今ね。首の針ついでにですね。そんなことできるんですか。はい、ちょっと響きますね。全体に。ああこれです。でもさっきより通ってる気がする。鼻通るんですよ、うん、ちょっとこれでいいですね。これどうですか。あ、さっきより通りました。不思議です、ね、一応息できるようになります、はい、ありがとうございます。さらにここでとどめる。これですね。あ、ちょっと、あ、これ悪いな、首。あ、首が悪い。これ、バキバキですよ。あ、これ通った。はい、どうですか。あ、鼻通りました。そうです。みんな知られてないですけど、じゃあ花粉症にも針効きますね。めちゃめちゃ効きますよ。まあ、ワンシーズンかツーシーズンぐらいちょっと集中ケアですね。5回から10回ぐらいするともう出なくなります。薬苦手な人とか。あと飲むとちょっと眠たくなっちゃう、そういう方はですね、おすすめです。もう楽になりますか。気持ちよくなってます。寝ててください。でも鼻がなんか息できるようになって、はい、めちゃくちゃ快適です。ありがとうございます。花粉症は治りますか。実は花粉症すごい感動してます、はい、嬉しいです。もう鼻通りましたよね。ここにも詰まりますね。首なんですね。取れちゃう。ということで、ブオンの間に7分ほどお休みいただきます。いや、7分経ちましたので、首のね、針取ってきます。結構鼻抜けいいでしょ。鼻で息ができるの快適です、うん、針で花粉症治るのすごいですね、はい、不思議ですよね。結構治ってること多いですよね、うん、では、動きを見ていきたいと思います。はい、ではアフターですけど、結構、はい、いや、すごいすっきりしました。背中もあったかい、ポカポカです。小顔にもなりますよ。あ、本当ですか。はい、嬉しい。オッケー。おー、だいぶ来ますね。はい、さっきより見えるようになりました。後ろ見える感じですかね。はい、おー、いいですね。だいぶ来ますね。はい、だいぶ見えるようになりました。すごい、はい、嬉しいです。ですね、首肩が気になる方です。うちの医院はですね、横浜元町と銀座にありますですね。もし、まあ、水玉だけのコースとか、水玉と針のコースとか、針だけのコースもありますので、ぜひですね、問い合わせいただけると思います。浜津さんを見たんで、あれと同じようなことやってくださいって言ってくださればですね、同じような施術しますので、ぜひお問い合わせいただけると思います。またですね、横浜銀座が遠いっていう方ですね、全国に弟子が400人ぐらいおりますので、その先生方ですね、LINE から紹介できますので、ぜひお問い合わせいただけると思います。それから天津さんのチャンネルの方で、あんなこともこんなことも結構キュッてなるですね、超絶な、なかなかの反応でしたね。はい、楽しかったです。コラボの動画、はい、ありますので、天津さんのチャンネルの方のですね、概要欄からぜひ飛んで、見ていただければと思います。ということで、他にも施術動画ですが、セルフケアの動画を配信してますので、次の動画をご覧いただければと思います。チャンネル登録と高評価の方で応援よろしくお願いします。天津さんの方もぜひ見てくださいね。概要欄飛んでください。はい。緊張してます。すごい緊張してます。はい、なんかすごい面白いクッションに産んで、すごいベッドにもうすごい、え、すごい、だって床にいる穴開いてるベッドって初めて見ました。え、すごくないですか。穴開いてるベッドなんか壊れてるみたいそういうことじゃないんですけど、なんか穴が息しやすってすごいです。すごい感動した。痛かった、でも痛かった気もします。